中国でスパイ行為の対象を拡大するよう改正された反スパイ法が明日から施行されます。取り締まりのさらなる強化が懸念される中、上海のアメリカ商工会議所のトップが FNN の取材に応じました。改正法では国家機密や情報に加えてその他の国の安全と利益に関する文書、データ、資料、物品を盗み取る行為が新たに対象となりました。範囲が拡大されただけではなく、スパイ行為の定義が曖昧なままだとして恣意的な運用が指摘されています。上海にある世界最大級のアメリカ商工会議所のトップは明日からの改正法施行に懸念を示しました。That openness to foreign business is going in the wrong direction. We have CEOs and we have senior people from global companies who are reluctant to come because of the uncertainty that things like the anti-espionage law cause. 中国外務省は、すべての国が国内の法律で国家の安全を守る権利があると正当性を主張していますが、今回の改正をきっかけに取り締まりがさらに強まることが懸念されています。